ターヤ川ターヤ川はオーストリア及び、チェコの国境付近を西から東へ向かって流れる川で、モラバ川の支流である。延長2 3 5 4トルチェコでは、デ d エ川と呼ばれる。名前はイルリア語で、サラサラと流れる川を意味する語に由来する。ドイチェターヤ川とモラフスクデ d エ川が、オーストリアのニーダーエスターライヒシューバイトホーフェン アンデアターヤ群の町、ラープスアンデアターヤで合流し、ターヤ川となる。中流域ではカシに、カールシュタイン城やコルミッツ城跡、ドローゼンドルフ、ハーデック城、カヤ城跡といった宮殿や山城が高くそびえる。チェコのモラビア地方に入るとディエ川と名を変えた川が、レドニツェとバルチツェの文化的景観として、 世界遺産に登録されている、レドニツェ周辺で曲がり、多くの島のある池となる。チェコ国内では、ところどころでィエ川の水がせき止められて、人造庫に利用されており、中には、レドニツェ養魚池のように、ラムサール条約に登録された出現となっているものも、ある。1930年から1934年に、かけて、ブラノフスクダムも建設された。 国境をまたぐ形でオーストリア側のハーデックに、タヤタール国立公園、チェコ側のズノイモに、ボディー国立公園がある。最終的に川は、ホーヘナウアンデア・マルヒデモラバ川に合流する。2006年6月には、100年に一度の規模とされた、同年3月の洪水を上回る、300年から400年に一度という、大洪水が、 発生、およそ70カ所の1500個の建物が浸水する被害となった。ありがとうございます。